マキンアイランドはアメリカ海軍の教習揚陸艦であり、ワスプキュー教習揚陸艦の8番艦である。艦名は太平洋戦争における激戦地、マキン島にちなむ。2004年2月14日にミシシッピ州のパスカグーラにあるインガルス像船戦所で寄港した。同艦は2006年9月に浸水し、2009年10月24日にサンディエゴで収益した。 マキンアイランドはそれまでのワスプ級姉妹艦と異なり、多様な新技術を取り入れた。艦の指揮艦をガスタービンに変更し、低速航行時には電動機で推進するハイブリッド型を採用した。ハイブリッド型を採用した艦艇の収益はアメリカ軍発である。ガスタービン機関と電動機による補助推進システムを組み合わせた推進機関への変更によって、 従来の蒸気を動力とした管に比べて燃料消費量は若干増すが操作人員と維持費といった機関関連コスト全体の低廉化が考えられている。ガスタービンエンジン特有の低速高工事での燃料消費量の悪化を最大速度12ノット程度まで出せる推進力を備える APS の使用によって補う予定である。従来管では 管内電力を発電していた2 5 0 0ット、蒸気タービン発電機5機は撤去され、すべての管内電力は6機の APS のディーゼル発電機より供給され、総発電能力は従来の1 4 0 0 0ットから2 4 0 0 0ット、またはそれ以上へと強化されている。2012年までの運用実績においては、全航行時間の70から75%が補助。 推進システムでの推進であり、蒸気タービン推進の1から7番艦では3万5000から4万ガロン、日の燃料を消費するのに対し、本艦は1万5000ガロン程度となり、退役まで似た艦と比べて2億5000万ドル以上の節約になると推定されている。ハリケーンカトリーナの余波で、アメリカ海軍は、インガルス造船所で建造中のアーレーバーク級。 ミサイル駆逐艦2隻の損害を発表した。マキンアイランドも同様にハリケーンによる破損が確認された。機関出力は、ワスプ級の通常時7万馬力、最高時7万7千馬力から単一の7万2千馬力へと変わったが、大きな差はない ABCD 軍事研究2011年7月号、44から49ページ、川津幸栄著。 21世紀のアメリカ海軍、アリアドネ企画2007年9月15日第1冊、発行 ISBN9 兆7843億8403万1768、ただと彦アメリカ級、ラ、世界の感染第7 7十号、解任者、2012年12月、150から153ページ、ネイド400億1947万1106、 ありがとうございます。